はい、ヨイタのニュースチャンネルです。地方社などに掲載された良いニュースや楽しい話題を皆さんと共有していきたいと思います。今回は将棋と囲碁に関する記事、また関連サイト合わせて紹介していきますのでよろしくお願いいたします。はい、まず最初の記事はこちら、西日本新聞の8月17日ですね。藤井二冠か木村逆襲か、将棋王位戦19日から福岡市で第4局とあります。はい、では記事を読んでいきます。将棋の木村一基王位に藤井聡太棋聖が挑戦している第61期王位戦七番勝負第4局が、19日20日の両日、福岡市中央区の大濠公園能楽堂で指される。3連勝している藤井が勢いに乗って初の王位を獲得するか、木村が踏みとどまるか、極めて注目される対局となる。藤井が勝利すれば棋聖と合わせて、18歳1ヶ月の2冠達成となる。2冠の最年少記録を更新することになり、羽生善治九段が棋王と王位を同時獲得した21歳11ヶ月を上回る、3年以上上回るんですね。はい、で同時にタイトル2期獲得で8段に昇段する規定にも該当、加藤一二三九段の18歳3ヶ月1958年の記録を更新する最年少8段昇段となる。1958年の半世紀以上ですね、60年以上の記録、すごい記録を更新することとなりますね。はい、で藤井は王位戦第1局で1期の寄せで勝ちを決めた。第2局では苦しい展開から逆転勝ちし、第3局でも最終盤の競り合いを制した。一方、木村は前期史上最年長の46歳で初タイトルを獲得した。初防衛を目指す今期は3連敗したものの、第2局で相手玉を強力追い詰めるなど対局内容悪くないだけに、第4局で勝ち星を挙げ次につなげたいところだ。第4局の立ち合いには中田久夫八段、持ち時間は各8時間、初日の19日は午前9時に始まり、午後6時で差し掛け手番が封じる。2日目の20日20日は午前9時に再開し、夜までに勝負が決まる見通し。対局の模様は西日本ホームページでも速報するとあります。はい、この応援戦ですね、今回いろいろ取り上げてるんですけれども、中日新聞ですとか、神戸新聞、北海道新聞と、地方紙ですね、地方紙6紙がこう共同で主催するような感じとなっています。まあ、そういう意味でこの地方紙に乗る、回数が結構増えているということです。まあ、今回もですね、この将棋飯、対局の食事ですとかおやつなどを中心に、またちょっとまとめ記事ですが、またで、映像を作る予定と考えていますので、こちらもよろしくお願いいたします。はい、こちらですね。はい、まあ、明日、明後日対局となりますので、そちらの、勝敗に期待しましょう。で、まあ、4連勝してしまうとこの福岡で終わり、もしですね、木村一基王位が1勝を返すと、次のこう第4局目、徳島で予定されていまして、徳島で第4局が指されるということになります。まあ、徳島県の関係者はなんとか木村王位に頑張ってほしいと期待しているのではないでしょうか。はい、では続きまして、こちらも将棋の記事ですね。徳島新聞8月17 8日からですね。はい、響きの作者新作将棋漫画竜といちごコミックス第1巻発売、テレビ CM 放送開始とあります。はい、では記事を読んでいきます。漫画響き小説家になる方法の作者、矢野本光氏の新作竜といちごのコミックス第1巻が18日発売された。合わせてテレビ CM の放送がスタートした。竜といちごは猛者がひしめく将棋界に14歳の少女が真正面から挑む戦う将棋漫画。本気で戦える場所を求める中学生の主人公いちごが乗り込むのは、未だ女性プロ棋士が一人も誕生していない将棋界で、ルールを全く知らない14歳が大人相手に奮闘するストーリー。放送されたテレビ CM では、毎日生ぬるい水に浸かってるみたいで気持ち悪い、命かけで何かしたいなど作中のセリフに乗せて主人公いちごが躍動する姿が描かれているとあります。ちょっと、画像を見せられないんですが、こういった感じでテレビ CM が放送されているそうです。はい、記事もありましたけれどですね、女流棋士というのはいるんですが、プロ棋士としてまだ、女性がなったことはない。まあ、とりあえず三段リーグで活躍されているのが話題にはなっていますけど、今のところ、まあ、そこ止まりというふうになってますね。それを含めてこの、相田一郎ですね、こちらの14歳の女子中学生がこのプロ棋士などと対戦して活躍していく漫画ということで、小学館の少年サンデーで好評連載中です。18日、本日ですね、一巻が発売されましたので、ぜひ興味のある方は読んでみてほしいなというふうに思います。はい、こちらですね。でこちらですね、なぜこちらが徳島新聞で掲載されているかというと、この作者ですね、矢野本先生が徳島市出身なのだそうです。ですから、それを含めてこの徳島新聞で記事にされたんだと思います。前作のこの響き小説家になる方法もこの、まあ、実写化映画化されましたし、この竜といちごもですね、将棋ブームと合わせてやっぱり注目度が高まっているのではないかと思います。まあ、そういった意味で徳島新聞でもこう記事にしたのではないでしょうか。はい、続きましてこちら囲碁の記事ですね。
河北新報が17日ですね、8月17日の記事です。一力五世を特別表彰、宮城県知事偉業達成は見事とあります。はい、第記事になります。囲碁の一力遼八段が、宮城県出身者として始まる7大タイトルの五世を獲得したことを受け、村井義弘知事でいいでしょうか、11日の定例記者会見で文化スポーツなどで活躍した県関係者を称える特別賞章を贈ると発表した。授賞式の日程を調整している。村井知事は史上最年少での新人王獲得などの実績に触れ、偉業達成は誠に見事、県民に感動と喜びを与えたと称えた。大学を卒業したばかりの若さの雑誌は実力の勝座だ、残るタイトルについてもぜひ勝ち取ってほしいと今後の活躍に期待した。特別賞章はこれまで2012年ロンドン、16年リオデジャネイロで2大会連続五輪メダリストに輝いた卓球女子の元日本代表福原愛さんが26人、12団体が受賞。文化系では富永直樹賞作家の熊谷達也、本田陸両氏に続き3人目とあります。はい、こちらですね、特に宮城県のところで特集記事はなかったんですが、はい、この記事もいらっしゃる福原愛ちゃんなど、愛さんですが、表彰結果はこんな感じで記事になっています。でこちら、記事中ではですね、未定というふうになっていますけれども、おそらくこの表彰がありましたら、こちらの、三重県のホームページの方にも、おそらくこの一力、先生の写真が掲載されるのではないかと思います。はい、こちらですね、一力五世なのですが、実はこのお父さんがですね、この河北新報の社主なんです。なんだそうです。おじいさんも、社主を務めておりまして、でこの一力選手も囲碁の棋士として活躍しながら、この河北新報の記者としての、記事も書いているのもそうです。二足のわらじということですが、囲碁に集中してほしいような気もしますけれども、なかなかその辺難しいかもしれませんね。そういう意味でこちらの河北新報の京都の力では記事になっているのだと思います。はい、今回は5世ということですが、23歳ですね、5世獲得されましたが、囲碁の方でもですね、20歳のこの、名人ですが、虎丸名人など、若い方の活躍がいろいろ、盛んなんですね。国際棋戦などの優勝したりもしていますし、ただ、将棋に比べるとどうしてもなんかこう、話題性に乏しいというか、ニュースになる回数というのはなんか低いんですよね。一力五世ですとか、タルマルメジなどはじめ、若い方が頑張っていただいて、囲碁界もぜひ盛り上がってほしいものだと思います。はい。今後もこうした形で、庁舎などに掲載された、ニュースや話題取り上げていきます。こちらの、記事なども概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ興味のある方、読んでみてほしいと思います。では、今回はここまでです。ありがとうございました。失礼いたします。